はい、では話していきたいと思います。タイトルこんな感じです。まあ、去年もやったんですけど、パワー入学式っていう取り組みの中間報告というところ、まあ、皆さん集まるこの場所でやりたいと思います。まあ、盛り上がっていてイエーイって感じで、前夜祭に続いて、まあ、出ましたって感じなんですけど、まあ、今日こんな感じのやつ来てるんで、懇親会で見かけたら怖がらずに話しかけていただければ嬉しいです。はい。で、まあ、入学式なんですけど、まあ、今年のトピックとしましてはこんな感じで、まあ、6つぐらい紹介したいと思います。まず福岡がまた始まりまして、去年までは大阪と東京だったんですけども、今年は、福岡でも開催していて、大阪、東京、福岡という3都市体制でやってます。で、大阪と福岡は、偶数月に1回ずつ、東京は、偶数の月にやって、翌月にもう1回その同じやつやるみたいな感じで、まあ、やってる感じなんですけど、福岡も大阪も今年は好調でですね、毎回15人前後をコンスタントに集めていて、すごいいい感じで運営しています。で、スタッフ増えまして、福岡のスタッフとして、まあ、左側の二方が入られました。で、さらに、一番右のアイコンの方は、去年の東京参加者の方が、OB として、ジョインしてくださいまして、今、入学式そのものの運営であったりとか、入学式のその勉強会当日のサポートとかをやってくださっています。で、ちっちゃいトピックとして、短期集中講座っていうのを釧路で開催しまして、釧路 OSS っていうグループが入学式の資料を使って勉強会やってたんで、その最終回にちょっと行って講師をするみたいなことをやってきました。で、釧路って、まあ、北海道の中でも地方都市なんで、あんま人いなさそうっていうのが正直あったんですけど、行ってみれば、まあ、10人ぐらい参加者がいらっしゃって、まあ、2時間ぐらい入学式のカリキュラムをベースにしたものを、まあ、提供してきて、来ました。で、我々としては、その引き続き、僕の都市でも入学式やってほしいっていう声とかがあったら、まあ、ぜひやっていきたいと思っているので、ぜひお声掛けいただければすごい嬉しいと思います。こんな感じの様子ですね。これが釧路の様子です。で、運営者グループが GitHub に移行しまして、これまでサイボーズライブというのを買ったんですけど、まあ、資料の作成とか、公式ページの、ところとか全部 GitHub でやってるんで、もう全部 GitHub に持っていっちゃえつって GitHub に持っていきました。で、リポジトリに立てて、イシューでタスク管理していて、まあ、これによって結構僕のタスクも減らせてきているというところがあって、まあ、去年まで僕学生だったんで、学生の持つ有り余る時間を生かして、やりたいことができたんですけど、僕も今年就職しまして、まあ、そんなに暴れられなくなったんで、この形で、権限というか、タスクを分割しながらやってるというのが最近の状況です。で、公式サイトが、リニューアルしまして、まあ、これまでのブートストラップ感バリバリあふれる、僕が作ったダサい感じのデザインから、こんな生かした感じのデザインに変わりまして、で、さっきお気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけど、公式サイトのロゴ、入学式のロゴも変わりまして、まあ、ちょっと頭に戻るとこんな感じの、こんな感じ のちょっと優しい感じの、まあ、我々としてはその初心者っていうのを育てていって、まあ、プログラミングやりたいなっていう初心者を伸ばしていくっていうところを気持ちを込めて、この葉っぱのような形で、あとその黄色と緑で若葉マークっていうのをアピールというかモチーフにしてロゴを作っていただきました。ほうほうほう。で、まあ、大きいところとしましては、これ多分めっちゃ早く終わりそう、まあ、いいや。JPA との連携を始めまして、去年までは割と僕とかその運営グループ中心だったんですけど、そこに JPA ともっと協力して運営を良くしていこうという話があったりとかして、まあ、そういうのを作り始めているという段階になってきています。で、去年11月に理事に就任された肥後理事が、まあ、僕の会社の上司なので、まあ、そういうところもあり、結構肥後さんを中心にしてすごいお世話というか運営についてサポートしていただいております。あと1分もある、まあいいや。まあ、まとめとしましては、皆様のおかげもありまして入学式取り組みは無事3年目を迎えました。まあ、僕のタスクが多すぎるとかそういう問題は山積みで、いろいろまあまだまだやらないといけないことが多いんですけども、ひとまずまあ3年目を迎えました。で、我々としてはこれからもプログラミングやってみたいなっていう人とかをその入学式っていうところでサポートできるように、まあ、頑張っていきたいなと思っているので、皆さんご理解ご協力いただければすごい嬉しいなというふうに思っています。で、まあ、最後に宣伝なんですけど、明日入学式を薬師でやるみたいな取り組みがあるんで、もしも参加してみたいなと思った方は当日参加枠もありますので、ぜひお越しいただければ嬉しいです。詳しくは入学式の公式サイトとかをご覧いただければ、分かります。そんな感じで、2014年、まあ、を含めて入学式頑張ってまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。